皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。さあ、今、外の気温はだいたい4度です。もう冷蔵庫と同じくらいか、それよりも低い気温になっています。人間にとっても植物にとっても厳しい季節になりましたが、今日はですね、そんな厳しい季節の中、室内で、このハウスの中で冬越しをしている植物たちを少しご紹介させていただきます。よろしければ最後までご視聴ください。まずはこちら、マーガレットです。マーガレットはですね、室内で育てているものと、あとは外で管理しているもの2種類あります。この2株は室内のハウスの中で管理しています。ご覧のようにもう開花が進んでいるんですけれども、株元の方の葉っぱが少し傷んでいるので、こちらを今日は取り除いていきたいと思います。ハウスの中ってあったかいんですが、その分湿度がちょっと高いんですよね。なのでこういう葉っぱを残しておくと病気になってしまう可能性もありますので、この辺はきれいに取り除いていきます。さあ、こんな感じで株元をさっぱりさせました。しばらく室内で開花を楽しみたいと思います。一方、こちらは外で管理しているマーガレットになります。花芽は上がってきているんですが、なかなか開花しません。まあ気温が低いというのもさることながら、私のお庭はもう冬はほぼ日陰なので、大体1日に30分から1時間ぐらいしか日が当たらないので、日照不足っていうのもあるのかもしれません。まあ、室内のマーガレットもこのマーガレットたちも、刺し目で育てたマーガレットなので、もう可愛さ100倍です。なんか寒波が来てるみたいな予報が出てるので、室内に取り込んでいこうと思っています。こちらもやはり刺し目で育てたオステオスペルマムです。オステオスペルマムって私、イントネーション合ってますかね？一応喋る仕事してるんでちょっと気になっちゃうんですけども、オステオスペルマムなのか、オステオスペルマムなのか、違っていたら教えてください。このオステオスペルマムも株元の黄色い葉っぱを取り除いておきます。ご覧のようにもうすぐ開花しそうです。こちらは先日刺し目をしたバーベナです。今のところ順調に育っています。ハウスの中結構湿度が高いので土もあまり乾きません。水やりは表土が乾いてきたかなというタイミングであげています。一部葉っぱが黄色くなっていましたのでこちらを取り除いておきます。こちらはクフェアです。クフェアも順調に育っているようです。まあ、新芽も少しずつですが大きくなってきたような気がします。まあ、このクフェアは順調なんですが、一方ですね、冬越しをするときに切り戻しをした枝を水差ししておいたんですけれども、こちらは一向に根が出ず、ちょっと枯れてきてしまいました。多分根は出ないと思います。クフェアは水差しに向かないというのが、私個人的な見解です。こちらは日々草のフェアリースターです。今こういう状態です。どうですかね、冬越しできますでしょうか。まあ今のところ葉っぱもまあなんとか元気なんですが、まあ一部黄色くなっている葉っぱもありますので、こちらも取り除いちゃいます。なんとか冬を越してもらって、また可憐な花を咲かせてもらいたいと思います。そしてこちらはペンタスです。ペンタスもご覧のように元気に冬越し中です。葉っぱもモリモリしてますし、一部お花も咲いています。なんとか頑張って冬を越してもらって、また来年もたくさんお花を咲かせてもらいましょう。まあ、この他にもこちらクロサンドラですとか、あとは千日小坊なども頑張って冬越しをしています。まあ、基本的には傷んだ葉っぱを取り除きつつ、株元の葉っぱなどもきれいにしていきまして、できるだけ清潔な状態を保ちながら管理するように心がけています。そしてこちらはユーフォルビア。もう元気いっぱいなんですよね。元気すぎて下の棚から上の棚にこう飛び出してきてる枝がありますので、こちらはカットしていきます。
この辺のユーフォルビアはですね、まあ、全部ではないんですが、一昨年差し芽をして育てた株もあるので、2回目の冬越しになっています。で、こちらが12月の初旬に水差しをしたユーフォルビア。ご覧のようにもう根っこが結構出てきていますので、そろそろ鉢上げをしようかなと考えています。で、こちらは猫のヒゲですね。この猫のヒゲも頑張って冬越し中です。ちょっと一本バランスが悪いので、こちらはカットしておきます。昨年見切り品として購入してきた猫のヒゲ。今年もあの独特な可愛らしいお花をたくさん咲かせてもらいましょう。で、こちらも昨年見切り品として購入してきて、立派に育ってくれた五色唐辛子です。今、冬越しに挑戦中です。ご覧のようにたくさんの実がついているんですが、今日はですね、この実の中から種を取り出していきたいと思います。このような状態になった実を切り取りまして、この中から種を取り出していきます。では早速中を開いていきましょう。結構ですね、皮硬いんですよね。ぐっと開けていきますと、中に種が入っています。まさにあの唐辛子の種ですね。まあ五色唐辛子ですから当たり前なんですけども、唐辛子と同じような種が入っています。こちらの種を保管しておきまして、5月頃ですかね、種まきを行いたいと思います。こちらは白い新芽が美しいエンジェルレース。そしてヒポエースです。さらにはプレクトランサスミントリーフ。みんな頑張って冬越し中です。では最後に私の部屋で春を待つ植物たちを少し。手前のモミジバゼラニウム、あとはテーブルヤシ。このテーブルヤシは、2年ぐらい前に100円ショップで購入したものです。僕の観葉植物は名前を忘れてしまいました。すいません。こちらには寄せ植えが冬越し中で、その上に手作りの棚があるんですが、こちらにアマビエがあります。カタカナで読むとどうしてもアマエビと読んでしまうのは私だけでしょうか。そしてこちらは、アロマティカスですね。この辺もすべて差し芽で育てたアロマティカスです。そして霧吹きなどがあって、こちらはですね、私気に入っている、蓄音機型の、スピーカーというか拡声器ですね。携帯電話を置いてその音を増幅させてくれるものです。ガーデニングラジオもぜひよろしくお願いいたします。そしてその横にはですね、もう10年ぐらい前ですが、カラオケコンテストで歌唱賞を取った時のトロフィーが飾ってあります。ということで、皆さんに今日はですね、冬越し中の植物ご紹介をさせていただきました。ちなみにこのハウスの中の温度、現在 17.4 度、湿度は 57%、 日が当たってくると20度を超えてきます。ということで最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。